あっという間にお別れのお時間となってしまいましたね。黄昏にシス、いかがでしたでしょうか。いや、主人公を演じるジョン・アロー、美しいですね。かっこいいですね。彼の魅力にどっぷりとハマってしまった方も多いのではないでしょうか。さて、来週のこの時間は、ふう、黄昏にシス、やはり何度見ても素晴らしい。この監督の作品はどれも素晴らしいが、中でもこの黄昏にシスは特に素晴らしい。主人公を演じるジョン・アロー、彼こそスターと呼ぶにふさわしい人物。若くして数々の賞を総なめにし、ひとたび歩けば幾多のガールズたちが卒倒するという。なっ、もしも、もしも俺がアクターになったらどうなる。俺の華麗な演技でカラマツガールズはフォーリンラブアンドワークにもありつけるという、まさに一石二鳥。いよいよ俺の本気を見せる時が来たか。ああ、また始まったよ、カラマツの中二病。映画見た後はいっつもこれ。まあ妄想するだけならただだけど。毎回聞かされる側としては微妙だけどね。等身大の自分を見れてないって痛いよね。もっと現実を直視すべきだと思うな。そう言うなよ、トトマツ。カラマツにとって妄想と幻想だけが心の拠り所なんだから。ごめん、おめん。お面って逆さにつけると何にも見えなくなっちゃうよね。よしよしよし、やれ。痛い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 。けグッジョブ。いや、グッジョブじゃなくて痛いから。大体演劇部だったからってみんながみんな俳優になれるわけじゃないだろ。それも少しかじった程度でさ、世の中そう甘くはないって。パワーオブラブ、この俺に不可能などない。そうと決まれば早速稽古だな。ふん、黄昏にシスのワンシーンを再現してみるか。聞けよ人の話。病を患ったオールドマンが浜辺に佇む若く美しい青年の持つ究極の美に気づき、触れようと近づいてくる。しかし青年まであとわずかというところでオールドマンは息絶えてしまう。主人公の美青年役は俺がやるとして、オールドマンは誰に頼もうか。ふん、いかん、こうして悩んでても時間の無駄だ。よし、俳優になれば就職も同然、あの人に相談するか。もしもし、ああ俺だ。ちょっと相談したいことがあるんだが、君にとっても悪い話じゃないと思う。市松にオールドマンを？確かに適任な気もするが、果たして引き受けてくれるかどうか。やばい予感しかしないがな。まあ言うだけ言ってみるか。で、俺に何をやれって。だから市松にはオールドマン役をやってほしいんだ。は？ほら、この川を海に見立てればあの映画のワンシーンを再現できるだろ。は？なんで俺バカ。やっぱそうなるよね。あ、知ってたさ、知ってたとも。帰る。ちょっと待った、この稽古に付き合ってくれたら集会場を教えるからな。集会場？
中道通りのある場所で猫たちが集会開いてたのを見たんだ。どうだ、中道通り、まだ行ったことないな。行きたい。ギブアンドテイクだ、ブラザー。アンダースタンド？わかった。それじゃあ始めよう。よーい、スタート。黄昏、それは太陽が水平線を金色に染め上げる幻想的な時間。何もかも日の美しい、美しい。え、なんで飴玉舐めてんの。あと、えずくのやめて、傷つくから。それに何もかも皆美しいってセリフ全然言えてないじゃん。うるせえな、俺の買ってもらう。セルフがキモくて吐き気が。一松、どうした。ブラザー、しっかりしろ。こと切れるにはまだ早い。まだあのセリフを言ってないじゃないか。おい、一松、おかしい。どうして目を開けないんだ。まさかアドリブなのか。俺をさらなる高みへと導くために試練を与えようとしているのか。それにしてもずいぶん顔色が悪いな。具合でも悪いのか。息をしていない。そんな、一松、猫が一松の腹にダイレクトアタック。今一松の口から出たのは飴玉。クソ松のくせによくもいい度胸してるじゃねえか。誤解だ、俺じゃない。死ね。待て、一松、気安く呼ぶんじゃねえ。Ready? Fight! お前何、頭湧いてんの。うざいしムカつくし存在そのものがイラつくんだけど。心が痛い。ああ、キモい、マジキモい。いつまでも調子に乗ってんじゃねえぞ、エセナルシストゲ。やめろ、一松、やめてくれ、それ以上は。なあ、本当は気づいてんだろ。みんなからうざがられてるってさ。ギラッ。You lose。 なんだお前、もしかして迎えに来てくれたのか。そうだな、帰ろうか。だからやばいって。デカパンにオールドマンを。そうだな、頼んでみるか。そんなわけで一つ頼むよ。ほえほえ、わかった、出す、任せる、出すよ。サンキュー。それじゃあ早速始めよう。よーい、スタート。黄昏、それは太陽が水平線を金色に染め上げる幻想的な時間。はっ、あそこに誰か倒れている。ご老人、大丈夫ですか。何もかも皆美しいだすよ。カット、カット。違うんだ、そうじゃなくて、ここはもっと死にそうな感じを出してほしいんだ。
わかっただす。オーケー。じゃあ駆け寄った後からよーいスタート。リアリティを求めるなら本当に病気になってしまえばいいんだす。この菌を注射すればいいんだすよ。プスッと出す。おおおお、来た来た来た。ご老人大丈夫ですか。え、どうしたんだその顔色は。紫色に染まって。俺の手まで紫に。ああ、え、何どうしたの。ああ、肌が紫色に。なんだ。ああ、なんだよこれ。おお、やってるやってる。おい、カラマツ、お前の痛い演技見に来てやったぞ。って、何の騒ぎだ。ああ、ブラザーたち、ダメだ、こっちに来るな。え、ちょ、な、何あれ。おそ松兄さん、あれ見て。おいおい、なんかみんな肌の色がやばいよ。エイリアンかな、それともゾンビかな。ゾンビ、あの映画にそんなの出てきたか。よくわかんないけど、僕も仲間に入れて。トゥー、バカ十四バッツ。おお、カラマツ兄さんに触ったら全身紫になった。強そう。おそ松兄さんとトドマツにもぺったんこ。いやー、うわー、超人超人。こんな肌の色じゃ合コンに行けないよ。これ絶対死ぬやつだろ。どうしてくれんだよカラマツ。カラマツ兄さんのバカ、僕もうお婿に行けないじゃないか。全部俺のせいなの。ほえほえ、心配ご無用だす。この病原菌は肌の色が変わるだけで1日経てば元通りになるだす。え、本当に。本当だす。なんだ、びっくりさせやがって。マジで死ぬかと思った。もう本気で焦っちゃったよ。まったく人騒がせだよね。ほっとしたら腹が減ったな。帰ろうか、トドマツ。そうだね、ジュシマツ兄さん帰るよ。うえい、帰ろ帰ろ。仕事を見つける前にこの扱いを改善させて。だよん。なるほど。心配だからついてきちゃったけど、ダヨンに頼むって本気なのかな。シリアスな場面がお笑いにならなきゃいいけど。ダヨン、ダヨン。急に呼び出してすまない。今日はダヨンに頼みが。断るよ。え、いきなり。嘘だよ。なかなかクールなジョークだ。さて話を戻そうか。あ、やっぱり始める前からグダグダじゃないか。実は俺、アクターを目指すことにしたんだ。そこでだ、演技力をさらに磨くため練習相手を探しているんだ。黄昏にシスという映画は知っているかい。だよ。え、知らない。じゃあちょっとこれを見てほしいんだけど。再現したいのはこのシーン。あんたには病に倒れるオールドマンを頼みたい。俺がこのセリフを言った後、
このセリフを言って倒れてくれればいいから、OK？ だよーん。それじゃ、行ってみよう。よーい、スタート。黄昏、それは太陽が水平線を金色に染め上げる幻想的な時間。はっ、あそこに誰か倒れている。ご老人、大丈夫ですか？何もかも、みんな美しい。やーん。え？ヘイヘイミスター、そうじゃないだろう。ここなんだけど、最後のイオーンっていらないからね。それじゃあもう一回、テイク2スタート。黄昏、それは太陽が水平線を金色に染め上げる幻想的な時間。はあ、あそこに誰か倒れている。ご老人、大丈夫ですか？みんな美しい。やーん。ま、そうなるよな。そもそもあの人にシリアスは無理なんだよ。違うんだミスター、ゴビに4はいらないんだ。次こそは頼むぞ。テイク3スタート。なぜだ、なぜ諦めない。カラマツは直せると思っているのか。そうか、分かったよ。なら何があっても僕はそっと見守ろう。頑張れカラマツ。何もかも、みんな美しい。